時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は名古屋大須から全国に超絶元気発信おそースアイドル OSU がリモートでお届けします。はい、OSU 黄色担当、OSU センターのー田メイト。はい、OSU の赤色担当、夏みんこと佐々木夏美と はい、サンラインテー担当、ヤッキー・イとあいズマヤですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ということで始まりましたけれども、はいはい、ちょっとさっきドタバタでね、はい、始まったんですけれども <laughs> 大丈夫ですか、ヤエ、ね、ちゃんちょっと今めっちゃドキドキなんですけど頑張ります、ね、<laughs> なんと、イズマ・ヤエちゃん、はい、はい、サテライト・フラッシュ初めての はい、初めてです。出演ということでね。初出演。はい、ドキドキよね、そんなもう。<laughs> ドキドキです。えー、めっちゃ好ドきキドキますだってさこう。生放送自体が緊張するのにさ、はい、この顔が見えていないこの一人で喋ってる空間ね。はい <laughs> あ。大丈夫ですか <laughs> 大丈夫ですか <laughs> 時,差時差がありますけど、大丈夫ですか<う>ですあれかな 海外かな。もう海外ぐらいの時差ありますけど。今日ね、日本と国外でやらせていただいております。はい、嘘ですけれども。いやでもね。はい。私もなんと久しぶりなんですよ。めいちゃん、すごい久しぶりですよね。いやもう本当に実際一年ぶりとかかもしれないぐらいのはそんなにいやわかんないわかんないけどなんかさっきそう体感ツイッター であのもうそしたらなんか3年前とかの写真が出てきて <laughs> まあそれこそもうねあのコロナ禍の前だったのでスタジオで収録しててでファンの方も見に来るやつうね、うんうん、公開生放送でやってていやーもうねまああんま見たくなかったけどさ昔の自分の細工だったからね。<laughs> いや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 いいややでもなつみんさん結構ねあのーはい、常連じゃない常連なんですよ <laughs> なんか <laughs> ねなんかその下メディアスの主みたいになってきてるからねよ,よく言うんですよね <laughs> でも私もよくあのメディアスエムってあの自分のツイートの中を検索するんですよ自分のツイートでさかのぼろうと思って。 何だか知らないんですけど、マジで数年前のが最初に上がってくるんですよね。やっぱそうなってんのか <laughs> 出てんのに。<laughs> そういうふうになってんのかも、なんか昔の写真が上がってくるようになってんのかもしんないね。<laughs> だからいつのとか出てこないですもん、なんか。いつみたいなのがめっちゃ出てきます。いややっぱあの、公開生放送時代が恋しくなってんだ、ツイッターもね。いやー、当にそうです。公開生放送めちゃくちゃ。<laughs> ね,えね楽しかったから八重もねいつかしたいね。うん、たいですね落ち着いてきたらまたね再会できるといいですよね。うんうん、やりたいですね。はい、やりましょう、ねえー。で今回のメッセージテーマははい何なんでしたっけ、はいはい、新しく始めたことですね。新しく始めたことです 新しく始めたことの新年ですからね新しく始めたことそうだよね、うん、2023年になりましたし <laughs>、うん、やっぱり新しく始めたこと皆さんもね是非何かありましたらね送ってくださいまだ喋っていいかな自分らの新しく始めたことについて喋ってみる 喋ってみますかじゃあ。喋っていいですか。すごいなんかね、こうやって見ると期待されるかもしれないから、ちょっとあれかもしれないけど、なんかありますか、新しく始めたこと。新しく始めたこと。そうですね。でも、まあね、まあ、聞かれません。あの、大勢にいると。聞かれるんですよ。年始やりたい。とか。聞かれがちだよね。もう、でも。年末だとやり残したこと、絶対聞かれるんですよ。聞かれるね。確かに。 <laughs> そのやえぐらいのさやっぱ学生とかだともう新しく始めよう挑戦しようみたいになるかもしんないけどさ <laughs> もうないよもう割とやり尽くしちゃった <laughs> ないって言って言っちょっとまだまだ全然やりたいこといっぱいあるよいやでもね <laughs> ちょっと始めたいのは、はい、あ,るあるんだけど聞いてもらっていい はいいいんですか聞いちゃってじゃあいいですかじゃあ言ってみてください教えてください楽器を始めたいんだよねわぁお楽器すごい続かないけど楽器始めてみたいっすねえちなみにめりちゃんは何の楽器やりたいんですかギターおおギターギターやってるんですか今今じゃないですかやってないですよまたやりたい ももう買ってすらなないし、<laughs> いやでもなんかあのピアノとかドラム、うん、も憧れるんだけど、はい、やっぱりなんか、はい、持ち運べたりとか手軽さがあるのはやっぱギターの方だからねちょっと初めて見たさあるよねやっぱ音楽やってる身ですから何かしら楽器はね触れておきたいなっていう,う、ねはい、でも私一回ギターを自分専用の買って、うん、ちょっと弾いてみたことあります、うんうん、ーえーすごいそう弾けるの、ね あんま弾けないですけどパパが好きでなんか誕生日プレゼントにギター買ってもらってすごい一時期めっちゃハマってたって感じでしたへえそうなんだちょっと先行ってんな私より先行ってますねうん素晴らしいじゃない夏海何かありますか私もギターは挫折したんでちょっとギターは諦めて諦めた違うことを始めようと思います何を始めるんですか 筋トレを <laughs> やろうかといあの本当に、うん、なんか、うん、姿勢を直したくて姿勢,マジで姿勢悪いって言われないんですけどそんなに思、うん、ったことないよなんかダンスを楽に踊りたくてライブ中にほう、うん、やっぱりなんか必要な筋肉をつけようかな で、またまもう大切だよ、ね、な私定期なんですよ。定期的に筋トレにはまって、なんかしばらくしたら、うん、飽きてやめての繰り返しをもう45回やってるので、また筋トレのために来てます,すごいよ。<laughs> できる。ことがすごいからそれねすごいです。<laughs> もうもうやる気なくなっちゃうもん。そんな。 いやでもそうだよねなんかかっこよくさ踊るためにはやっぱり筋肉大事だなって思うね、うん、大事なんですよねあと柔らかくなることね体完成、うん、<節>も大事ね全くできないからそこらへんはい健康な体づくり頑張りたいですねいやーそれは私もやいもだわこれははい <laughs> やらなあかんで、ね、これねやらないといけないで,すそ,でそんな,や,らないやいちゃんはい そんなやいちゃんはなんか始めたことありますか始めたことはめたいことだよ私と夏海はまだ始めてない始めたいことだから私と夏海はめたことですか,かえー、でも最近、うんえー、なんかメイクとか研究しつつもあってなんか、うん、美容系のことに学んでますなんか化粧水とかそういうのに今勉強してますなんかいろいろと教えてほしいおーおそうなんだ大よねね、うん、やっぱ、ね、表に出る 人間ですから、やっぱ、それなりにね。うん、全部ボディーソープとかで、やっちゃダメだから、やっぱ、うんね。全部ボディーソープが、人は、まあ。多いすにいないと信じたいですけどね。髪キシキシになっちゃうしね。<laughs> <laughs> ボサボサになっちゃうから、ね。ボサボサなっちゃう。ややは大丈夫だった。そこらへんはさすがに、シャンプーとリンスしてた?。ちゃんと。あ,あ、シャンプーとリンスにしてました。 あ、良か,かった。良かった。<laughs> <laughs> まあね。それは最低限で、こっからだよね。こっからもっと。はい、っです。プラスでね。はい、いいじゃない。アイドルとしても、やっぱ女性としても成長していくのは大事なことなんだから。うん、はい。さあ、そんな皆さんもぜひ、何かね、始めたことがありましたら、うん、メッセージぜひお待ちしています。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマは、えー、初めて、はじ、違う始めたこと 新しく始めたことです。<laughs> 全然言えないじゃん。新しく始めたことです。<laughs> はい、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから。また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲をお聴きいただきましょう。o s u でランドラン。時刻は午後7時12分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から。 生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は、OSU がこの後、午後7時30分まで、リモート生放送でお届けしていきます。はい。今週も、たくさん皆様からメッセージをいただいておりますので、順番に、一つでも多くね、ご紹介していきたいので、早速、はい。紹介していきたいと思います。 もう早口でお願いします。早口で行きますんで。<口>で <laughs> もうめっちゃ紹介しますんで、お願いします。頑張ってついていきます <laughs> え。聞こえるぐらいにね、あの、早口でいきたいと思います。はい、最近、はい、メイちゃんに、メイちゃん沼にハマったヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ますこんばんは。こんばんは。こんばんは。初めてメッセージを送ります。今年のお正月の路上ライブから OSU レビューして、すっかりメイちゃんにやられてます。ありがとうございます。 私からもハマり方がおもろいとすっかり笑いものです。んそんなかわいそうな僕に癒しの一曲をお願いします。<laughs> メリーゴーランドのねえなんでのセリフが可愛くていつも悶絶してます。大好きです。昨日も寒かったけど楽しくて幸せでした。またそのうち会いに行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> これは私のメッセージ。のやつだよ <laughs> あ、ごめんなさい。初めてのメッセージっていうところをあ。ありがとうございます。全然スルしちゃった。<laughs> <や>全然スルしちゃったよ。ありがとうございます、ます本当にね。一回しかないですから、ちょっと。いや、そうだよ。一回しかない。の、ね、人生に一度だから、これ。<laughs> <laughs> ねえ。そうです。それはそうです。<や>人生に1回ですか。そう、そうだわ。 え、ありがとうございます。送る勇気ってね、あれですから。大変だよ、これね、なかなか最初にいつ送れないんだから。はい、めいちゃんしとしてね、一段階ステップアップしたんじゃないかと思います。そうだよね、どんどん、沼に、ハマっていっていただきたい。はい、はまり方がおもろいらしいんで、ちょっと、どういうハマり方なのか、気になりますけど。どんなね、おもろいハマり方って、なんだろうというね。いや、でも、そう、そう、そう、あの、この方、ファンクラブも入ってくださって。 早くも。そうなんです。皆さんもぜひファンクラブね、ご検討くださいませ。ファンミとかもあるんでね。そうそうそう、ありますんでね。そう、あの、メリーゴーランドのねなんでのセリフね。これね、そう、結構私も好きで、あの、あんまり。 前の方の位置じゃないんだけど、そのねえなんでっていうそういう位置がね。あんまり前の方じゃないけど、はい、どうしてもそこ言いたくて、はい、一番最初に陣取ってますね。あ、そうだったんですね。<ー>うん、そこが言いたくてだよ。あ、そうだったんだ。<ー>知らなかったです。違うなつみよね。ナツミは。ナツミと私がねえなんでと、もうちょっとって。<笑><笑> 言うんでですけど新名で、ね、右,右側の右側をおじに乗ってる人と左側をおじに乗ってる人なんですけどそうそうそう,そう別になんか前列じゃないんですよねこれなんかうんなんですけど全然うんあの A メロがしゃがむんですよこれしゃがむねでしゃがむとあのファンの人と目線がめちゃめちゃ 近くになるんでそこで顔芸するのが楽しくてそこ選んでます私は顔芸してんだなんか目の会話みたいな目で会話するのがおもろくてうんそこ選んでますそうだ全然違う理由だったんだそうなんですよでもそこ選んだらあねえなんで来たと思ったこれ美味しいわと思って味を占めてですね私はそう美味しい位置だよねこれやいバレちゃったけどバレちゃっやばい次から勝負かもしれんよし行ってみました めっちゃぶりっ子してますんで、あそこでね。そうなんですよね。私とめイちゃんは別にぶりっ子スパートをくる系のキャラじゃないじゃないですか。じゃないじゃない、全然違う。ややとかの方がだから、ぽいんですけど、そう。あえての、やっぱそこでね、いつもこうやってる子が行くよりは、やっぱり、前がみたいなやつ行った方が面白いじゃん。驚きがねありますからね。そう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 。こぜひ今後もね、ちょっと注目して。 見ていただきたいですねお楽しみありがとうございますありがとうございますじゃあ続いてってのお便りご紹介したいと思います弁竹、えーはい、さんからいただきましたありがとうございますありがとうございます番組初出演の出雲八重ちゃんへ最近新メンバーも入って先輩となってしっかりしてきたらしい八重ちゃん変わらない 天然トークでラジオ頑張ってくださいとのことですありがとうございますありがとうございます今笑ってさベンサケさんですって言った時のさありがとうございますけどさあらだらだしっいなっ緊張でもありがとうございますイエなっちゃってんじゃんっていうねもうデロデロに溶けちゃってますねもう緊張してたよねでもしてます緊張するよね どうですか？あの先輩になりましたけど、はい。そうだよやえ。でもそのデビューしてからなんかしんみんちゃんに、しめんちゃんももちゃんとりこちゃんに、あのなんかやえちゃんとまりんりんも私の同期じゃないですか一応先輩あの先輩としてはいなんかやえちゃんとりんちゃんがいて私たち本当に良かったですっていうなんか感謝の気持ちを伝えてくれたので。 うん、あ先輩としてちゃんとできたかなみたいなのをリンとこの前話してはった。うん,うんうん。すごいじゃない。しっかりしてきてるわー、えー。しっかりしてますよ、二人と本当に <laughs> いや、もうね、本当に。今までのさ、OS メンバーのこの新メンバーの中でも結構優等生だと思うよ、はい、そのリンと八重は。しっかりしてます。よく周り見,見えてるんでね。そう、振りもちゃんと教えれるし。 う嬉しいです。ね全部嘘だけど。うだけど。ねりがとうございです。かこれい信じて、信じて。ほんにね、そう。あの、もうこれ以上噛まないことを祈ってたよね、このラジオでね。いいとこ見せてこよう。聞いてるかもしれないし。そうです。いいけど。そうそうそう。続いていきますか。さらさらといこう。はい。じゃあ、やえちゃん、読んでもらえますか。頑張ります。 頑張,れ頑張ってください。ラクコベさんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。新しく始めたことは、完全リモートワークです。無事<ー>により、会社勤務が減り、リモートで済ませる形が多くなったためです。なので、うん、名古屋出張が減る分、何かしらの理由をつけて、おいしメンバーに会いに行く機会を作りたいと思っています。とのことです。 ありがとうございます。そっか。ありがとうございます。神戸の、神戸の方ですね。ねえ、神戸の方から、名古屋出張がなくなってしまったと後。あ、なるほど。大変だ。これ、どっちかに来ようっていうね。やっぱ、どうにかしら理由がね、ないといけないから、ちょっと八重に理由作ってもらおうか。八重ですかうん。 難しい難しい難しいね。えってバレたら終わりじゃないですか。バレたら終わりバレたら終わりなのバレたら終わりじゃないでしょ別にこの。仕事休んで、仕事休んでくるわけじゃないんだから。ずれやすいんじゃない。そうだよ。確かにです。理由。うん。やっぱやえにね。はい。やえに会に来ないと。はい。いに来ないとです。 じゃあ、やえが、一発芸します。ので、来てください。楽んが、そう、会いに来たら、やえは一発芸しな。そう。しますね。じゃあ、ここで行きます。そう、うん。そう、そうしようか、じゃうん。一発芸の練習しようじゃ、明日から。もう、ダンス練習しないで、もう一発新しく始めたこと、そう。そういうことだよ。そう。それで。 皆さんお待ちしております。し <laughs> お願いいたします。<laughs> それでは続いて。ラストかなメッセージ。ラストかも、ちょっと <laughs> <ー>、時間的に。選ぼう。どのメッセージを読もう。それでは、ラジオネーム、マリタロウさん。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。 初めてこのラジオ聞いています。私もこれからのことになっちゃうけど、高校の時に親にもらったデジカメは持ってるけど、可愛いカメラを自分で買って、たくさん可愛い写真を今年は撮りたいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい。いや、カメラいいですね。いいですね。初めて聞いてますよ、この方。 ありがとうございます。また、も人生初めて聞けないみたいな。ートするしちゃった初めてっていや嬉しいですね。こう初めてね聞いてくださる方がいっぱいいて、いつも聞いてくれる方もね嬉しい。いやもちろん嬉しいです。初めてだからもうこれはもう一緒に一度なんだから。いそれは今聞いてくれてる方も最初あったんですからそれ。 そうだ先輩だもんね、先輩。先輩。先輩なんでみんなは。<laughs> そう。だから、そういうことだから、新しく始めたことにもう入ってきてるからね、うんうん、これ。ラジオ、サテライトブラッシュを。あ、そうだ。な。き始めたってことや。そういうことや。そ <laughs> ういうことや。<laughs> はい。<laughs> どういうことみたいな。うい,ういやでもね、<laughs> こうカメラってさ、なんか始める時とかにさ、うんうん、なんか楽器とカメラとかってなんかさ、 普段はこう始めようって思わないと始めないことだからはいはい素敵だよねこう趣味としてはめちゃめちゃいいですねなんか、うん、いろんなとこに行って写真撮るじゃないですか、うん、こういろんなものを見る機会にもなりますし、うん、撮った写真をこういろんな人と共有するのもね、うん、めちゃくちゃ楽しいと思うんで、うん、すごい視野が広がりそうだなとは思いますね ちょっとおシャレなこと言ってる種類,です <laughs> 種類ね種類って言いたいだけだけどめっちゃいいな撮ってほしいないやでもそうだよねいや撮ってもらおう <laughs> 写真撮ってほしい<ひ> <laughs> 撮ってください <laughs> 撮ってください <laughs> 撮ってください美味しい写真可愛いカメラで可愛い写真をね撮ってくださいぜひ <laughs>、ね、はい。 はい、ありがとうございます。またね、皆さんぜひぜひ、たくさんメッセージ送っていただけたらなと思います。はい。たくさんね、メッセージ来てたんですけど、ちょっと厳選してしか読めなかったので、またね、皆さん、効率に、たくさん送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、ここで一曲お聴きいただきましょう。OSU で、スタートアップだ。愛知県東海市にあるメディア CFM から生放送でお届けしています。 ビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが、お別れのお時間です。ここで OSU から告知があります。今週の21日土曜日、22日日曜日、OSU は東京遠征をします。皆さんでぜひ一緒に行って楽しんでいきましょう。そして毎月18日と28日は、大津商店街で路上ライブを行っています。 皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、えー、たくさんのメッセージをいただいたのですが、お時間の都合上全、すべてご紹介することができませんでしたので、ラジオネームだけでもご紹介させていただきます。ドラトモさん、山ちゃんさん、小原さん、順兄さん、福岡のともしげさん、エマリンさん。紹介できなかったメッセージは後で読ませていただきます。たくさんのメッセージありがとうございました。 それではここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。来週のメッセージテーマは後悔したお年玉の使い方です。来週のメッセージテーマは後悔したお年玉の使い道です。またエコアクションのメッセージもお待ちしています。メールはメディアセーフームのホームページにあるメッセージボタンから。またメディアセーフームの専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアセーフームのホームページからどうぞ。また この放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FMYouTube で検索してぜひチェックしてください。それではこの後は再び犬飼幸平さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は OSU のコーダメイト、佐々木夏美と、出雲もやえでした。最後はこの曲でお別れです。OSU で、 ガガンガンだ違う <laughs> 美味しいで <laughs> テイクファイバーです最後の最後にすいません <laughs> <laughs> また来週